こんにちは。こんにちは。元気やな。元気ないから。元気はな、まだ若いからな。はい。元気よくいからな。そりゃそうやったけど、こんなもん。え、いくつやった？まあ、え、この間36になりました。若いわ。若くないって。若手の高年齢化が進みすぎて。お前いくつやねん。私、あの40。トス行くわ、そんなもん。チキチキジョリーもそれぐらい言っとんの。チキジョリーさんね、ちょっとあのいろいろ詐称疑惑があるからちょっとな、ちょっとあるからな、はい、うん、私本当は同い年やったんですけど、チキチキジョリーやったんですけど、そうか、してたんですよね、詐称言ってましたよね。ずっとめちゃくちゃ仲良くて、10年以上ずっと同い年って聞かされて、で、誕生日も、まあ、みんな同い年やからって言って、ケーキとかのそのろうそくの本数もちゃんと同じにしてたんですけど、実はな10ぐらい、10も多いじゃないですか、5ぐらい10ぐらいお前10ぐらい、校長やないか俺同期やもんおかしいな、それは失礼お前、ちゃくちゃやな、ちゃくちゃやな、ちゃくちゃやな、5ぐらい、5ぐらい、そうやろ、はい、さあ、あいつ年言わんかったんや。そうですよね、なんか節々で、あれっていう、あのなんか好きなバンドとかの話が若干ずれてたんですよユニコーンが好きっておっしゃってたはい、はい、私世代ユニコーンじゃちょっと違うんですよ。そうやな、まあでも古いの人というかちょっと上の世代の人好きなんやなと思ってたんですけど、なんかほんまになんか血の底にか落ちた感じがしますお伺いして、いや、なんでごまかすんだろうな。なんかでも会社から言われたって言ってはりました。会社も何を落とさないんだろうな、ねえ、もうアイドルちゃうやんこの年齢で行けって言われて、そうなんや、ありましたけどね。ああ飲み屋の子とかも多いで、飲み屋の子もごまかしてるの多いかな。そうなんですか。めちゃくちゃ多いって、もう飲み屋の女なんか嘘ばっかつくもんな。ほんまに飲みに行っててな、ほんで、はい、彼氏おんの、行ってないですとか、まあ大概言うやんか、はい、な、ほんで、ほんまとか言って、一人もんなとか言って、はい、飯でも行こうやとか言って、まあ口説くんじゃないけども、はい、軽く言ってるやんか、はい、次の日に区役所行ったらな、はい、子供3人連れておったの、それびっくりしたから。次の日に正解が偶然俺保健所の更新って偶然思ったんや、あの子の子3人連れておってびっくりしたな、これ見た瞬間に言わんとってなってもう元気さだけで被害を抑えようってこと、そうそうそう、まあ言うてへんけどな、まあ年齢詐称とか、うん、そういうのもあるんやな、そうなんですね、うん、あるあるある。元気さんはいくつになる？5454や、若いっすよね。54やで、もう来年なったらな、ええ社保にしたらもう還暦やで。ためやためため。ほんまに、いやもう偉いことやで。還暦はもう盛大にやる感じですか。いや分からん。分からん。還暦。なんか、からんちゃんちゃんぽき。あかん。見たないです。見たないです。こんな赤の帽子かぶり。見たないですわ、そんな。俺何でもするで。何でもそんなのする。自分でもさ、36持てるやん。若いやん。あっちゅう間に年いくぞ。あーそれよう言いますけど、俺がそれでな言われてもな、はい、何言うとんねんおっさんかと思うねんこの年に、はい、俺もそうやって、はいはい、実際その年になってみ、はい、よう分かるで、一瞬やったってやつですよね。そう、36なんかまだまだ遊び倒してる時やもん俺それ年でも遊び倒してる時やで、36お腹は出てくるようになりましたね。あーそうそう、ね、元気さんってあのいつもなんか痩せてるじゃないですか、その飲んでる割に。そうそうそう、なんかやってはるんですか。うん、超えたら俺落とすもん。あ、やっぱやってるんですか、その、うん、声で落とす筋トレ的な。そう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 、たまにある。意外と地道なことしてて、意外とすごいですね、ちゃんとしんどなんね体が、へえ、おろす落とさなくて。そう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 、元気さん太ってたらちょっとなんか説得力ないですもんね。なんか説得力ないなんかブヨブヨやったら嫌や、ブヨブヨでなんか嫌です。そうやろ、だから体型あんま変わってないもん俺、昔からそんなに変わってない。あすごいですね。だから10年以上前のスーツ入る。へえ、それすごいですよ。入る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 ね、入るね。はあ、もう何一つ入らなくなりましたね何一つ入らんのか、何一つ入らなくなる去年のものが去年のやつが入れんの、もう、はい、何一つなんですか。前くらいな、多分沖縄って言ってるんですかね。それしかないやろ多分ちゃうやろ、それしかないやろもしかしたら沖縄ってるんかな。いや、もしかせんでもそれしかないんじゃんあ、服が自身なんか洗いすぎ使いすぎなんかそんなんかなとか思ってるんですけど、ね、でも体別に悪くないやろ、どこも。そう、
そうでもないんですよ。なんか最近ちょっと不安なことがいっぱい。どうなんした、どうなんした。なんかね、ここに謎の物体ができだしたりとか。軟骨や。なんかね、これわかんないです。なんか大人の女の人にできるらしいんですよ。それ十分大人やないか。君が15、6やったら心配するわ。大人だったらできる。軟骨や、出てくるよ。そうなんですか。ほらほら、そんなんあるある。なんかちょっといろいろ。でも内臓とかどうなんやろ。そうですね、でもなんか血圧が高い気がして。うわ、怖っ。それが怖くて、元気さんからでもあの病院行った方がいいって言うてもらって。そうや、行きや。ほんまに俺鼻炎でも言うたんや。病院行け言うて、薬飲め言うて、ほら飲んでるけどやつはな。飲まへんかったらな、むっちゃしんどいねん。体が困って。何の薬ですか？血圧。へぇー。血圧が。鼻炎飲んでるんや。うん、ほら言うて。いや、ほんまそうだ、知らんで。はいはい、飲んでないかもしれない。そやで、あれな、な、もしも飲んでないかもしれない、死ぬわ、あれ。飲んでなかった。無事行けるわ。僕飲んでるとこ見たことないです。飲んでます。いや、いつも一緒にいますけど、だから俺が言うてるからな、もう飲んでます、飲んでますな、言ってます、だってあれ出ました、言ってたもん。命助けていただきました、みたいなぐらいの勢いやけど、飲んでないかもしれないね。それで飲んでなかったら、人間もちょっと、もう信用できへんわ。いやでも血圧は怖いからな、一応言って調べてもたらええね、そうします、藤井君は全然血圧は完全に低血圧なんで大丈夫です。血圧それも怖いねんで、そっちもダメなんですね。上げる薬ないからな、低血圧は。高血圧は下げることできるんだけど、はいはいはい、低血圧上げられへんからな。なるほどなるほど、それはそれでも。そう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 。でもなんかこんな話するのも嫌ですよね。なんか昔はこんなしなかったじゃないですか、健康の話とか。深いな、深いな。なんか年取ったなって思いますか。しみじみしちゃう。それはまだな、な君はな、付き合いでやってくれてんねん、この話を。俺らの年になるやん、全員が本気で話してる。笑いやし、情報聞きたい。笑いやし、情報やろ。今 YouTube ですけど、情報聞きたい。いやいや、ほんまに。いや、実体験としてのな。そうです、そうです。だから、朝から俺薬が10錠なんだよ。えそれ、痛風やろ、はい、血圧やろ、はい、で、なんかあの、なんや、胃薬やろ、はい、ほんで、あとなんか肺の方がちょっとな、どやこや割れて、その薬が多いねん、ちょっとだから。毎日ですか。毎日朝からお腹いっぱいなくて。もう人間ちゃいますやん。10錠飲んでたら。そんなこと言うの。この人何どこ入っとんの。後ろから。びっくりするよ。そんなこと言うの。いやいや、それ大変ですよ、メンテナンスが。いやでもな、そうやってくんねんて。な、今上からな、こうやって見てな、あざ笑ってるやろ。あざ笑ってもそうなるんじゃ。ほんま思いました。な、ほんまに。気付けや。はい、気付けます。だから皆さん、病院行きましょう、ちゃんと。病院ね、はい、ちゃんと。で、血取って検査して、そうしましょう。長生きしましょう。